この報告書、日本に選択を迫られているとしか思えません。皆様、いつもありがとうございます。非いずる国 TV のお時間です。今回の題は、米国発表の日本の報告書が必見についてです。やっぱり米国はちゃんと見てたんですね。そう思わせる内容を、本文は長いですが、日本のあの連中が青ざめるような報告書を JB プレスの引用からご覧くださいませ。米国の有力研究機関が日本の対中融和政策を推進する勢力についての調査報告書を作成した。7月下旬に公表されたこの報告書は、安倍晋三首相の対中姿勢に大きな影響を与えてきた人物として首相補佐官の今井隆也氏の名を明記していた。また安倍首相の対中政策を親中方向に向かわせる存在として二階俊博自民党幹事長や公明党を挙げていた。この報告書は政府の支援を得て作成された。米国が日本の対中政策形成にこうした強い関心を持つのは、トランプ政権の中国への対決が強まり、日本との対中共同歩調を期待するためだと見られる。ワシントンの有力シンクタンク、戦略国際問題研究所 CSIS は、日本における中国の影響力と題する調査報告書を作成し、7月末に公表した。日本の対中政策がどのように形成されるのかをテーマに、中国の統一戦線工作部などの書記官が日本に対してどのように影響力を行使してどのような結果を得ているのかなどについて広範に調査した。報告書は国務省のグローバル関与センターの支援を得て作成された。同センターはトランプ政権が新設した機関で、中国の対外的な影響力工作や政治宣伝への対応を任務としている。同報告書の中国の日本でのシャープパワー汚職という章では、統合型リゾート IR 開発事業をめぐる汚職事件で収賄罪で起訴された秋元司衆院議員の中国側との関係などについて詳述していた。報告書は秋元被告に賄賂を渡したとされる中国企業 500.com は、中国政府が支援する聖火ユニグループ、聖火ホールディングス、さらには聖火大学と深いつながりがあったことを強調し、この汚職事件の背後に中国政府の影が広がっていることを示唆する。聖火大学は習近平国家主席らの出身校として知られる。同報告書はその上で、秋元被告が自民党の二階派所属だったことを指摘し、次のように述べていた。自民党の二階俊博幹事長の名から二階派と呼ばれる自民党のこのパワフルな派閥は親中派である。同派閥は二階今井派と呼ばれることもある。首相補佐官で経済産業省出身の今井隆也氏は、中国や中国のインフラプロジェクト一帯一路やアジアインフラ投資銀行に対する姿勢をより融和的にするよう安倍首相に説得してきた。同報告書の認識によると、安倍首相の対中政策に関して今井氏は二階氏と同等ともいえる影響力を有している。今井氏の安倍首相への説得についても、すでに説得したという意味の官僚系の英語を使っていた。米国の学術機関が他国政府の対外政策を調査する中で、政治指導者や閣僚ではなく、本来は裏方である補佐官の個人名を挙げてその影響力を指摘することは珍しい。米国側はそれだけ今井氏の役割に強い関心を持っているということだろう。さらに同報告書は今井氏の役割への指摘に続いて、二階氏についても自民党内の親中派の領袖であることを記し、以下の要旨を述べていた。二階氏は中国のパンダを自分の選挙区の和歌山の動物園に5頭も持ってきた実績があり、2019年4月には
安倍首相の特使役として習近平主席と会談し、米国の意見に関わりなく日本が中国の一帯一路に協力することを主張してきた。また二階氏は習近平主席を国賓として日本に招くことを主張してきた。同時に長年にわたり日本の中国に対する巨額の政府開発援助 ODA の供与を求めてきた。同報告書は客観的な筆致を通しながらも一帯一路への協力を主張する二階氏について、あえて米国の意見に関わりなくと記すなど、一帯一路に反対する米国の意向を無視する二階氏への批判をにじませていた。また中国への自然な同調者たちという章では、創価学会と公明党が一貫して親中路線を歩んできたことについても詳述していた。創価学会が親中路線を取る理由に関しては、創価学会公明党の日本の防衛や日米同盟の強化に反対する消極的平和主義の路線が中国側の期待に一致することなどを挙げていた。さらに同報告書は鳩山由紀夫元首相の媚び中的な一連の行動についても多数の実例を挙げていた。特に鳩山氏が首相だった2009年12月、習近平氏が国家副主席として訪日した際、小沢一郎氏などの圧力によって鳩山政権が日本の皇室に関する慣行を破り、習氏の天皇陛下との面会をアレンジしたことを突起していた。ただし鳩山氏のこうした中国側への過剰な媚びへつらいは日本国民の多数からは奇侠とみなされ、同氏が宇宙人と呼ばれていることも明記していたとの内容です。この報告書は50ページからなる報告書で、戦略国際問題研究所の研究員やニューヨーク大学教授を歴任した国際政治学者のケビン・スチュワート氏が中心となり、日本、米国、中国などの専門家約40人への面接調査や広範な情報、資料をもとに約2年をかけて作成されたとのことなんですが、読んでいて気持ちよくなるぐらい思いっきり要注意人物たちがしっかりとマークされていましたね。この報告書、ぜひとも党の本人たちにも見てほしいわ。報告書の中でも特にマークされている二階氏は、国内ではだいたいこんな感じでいつも仏頂面なんですが、中国に行った時はまるで水を得た魚のごとく満面の笑みですからね。これだけでもなぜマークされているのかが理解できるぐらいです。今の安倍政権がこういった二階氏や公明党などによってどれだけ政策を左右され、結果的に安倍総理自身が矢面に立たされているかが分かりますよね。野党は絶対に二階氏や公明党を叱責なんてしないですからね。またこの報告書が今月末に発表されたというタイミングも、今の米国主導による対中強硬策と重なるというのが、米国からこっちは全て知ってるんだからそっちで何とかしろという日本政府に対するメッセージであることはほぼ間違いないでしょう。この報告書では米国の学術機関が他国政府の対外政策を調査する中で、政治指導者や閣僚ではなく本来は裏方である補佐官の個人名を挙げてその影響力を指摘することは珍しい。米国側はそれだけ今井氏の役割に強い関心を持っているということだろうという内容もあり、わざわざ CIA などの諜報機関を使わずとも、どれだけ今後の米国の政策にとって厄介な存在であるということが誰の目から見てもわかるということでしょうね。それにしても最後のあの人が宇宙人と呼ばれていることも明記されているとかって、一瞬で私の腹筋がシックスパックになったほどです。さてこういった報告書が明らかになった今、果たして党の本人たちはどういう表情で見ているのかをぜひとも見てみたいものです。生粋の肝が据わった悪党なら
眉一つ動かさないような気もしますが、 G7 主要各国のほとんどが中国に対して明確なメッセージや行動をし始めている中、米国から公然と選択を迫られている日本はまさに正念場ですね。誰が考えても二階派と公明党を省いた状態で与党として議席が保てるかなんて難しいに決まってますが、もし日本のためにそれを実行できたなら初めて国民から支持されるんじゃないでしょうか。いずれにしても9月18日発売のボルトン暴露本と同じく非常に興味のある内容ですね。さて今回の内容は日本の対応に業を煮やした米国からまるで最後通告を突きつけられているような話にも感じましたが、皆様はどう感じられたでしょうか。改めてコメントやチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。以上、この報告書ぜひともトランプさんが二階氏に直接手渡してほしいほどです。